特に何かをどっかのワンポイントを意識したっていうことじゃなくて、自分なりに松本さんっていうのを全部お腹の中に入れて、あの知れるだけの範囲でお腹の中に入れて、もうあとは自由に。早速ですが、主演の辻岡雅人さんより本日初日の舞台挨拶ということで、ご自分の演じられた役柄についてお話ししたいと思います。皆さんお忙しい中、こうたくさん映画がある中でこうお休みやもないと選んでくれてありがとうございました。僕が演じた役は素人の蘭という、実際高円寺でリサイクルショップを運営している松本はじめさんという実在する人物の方 で、その方の、リサイクルショップを、どうして出すきっかけになったのかとか、大学生の頃の破天荒な活動の様子っていうのを演じさせていただきました。